まず最初のコーナーはいつものようにこちらからです。ちょいワル先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。なんかよろしくお願いします。アンジーまたいないですね。寂しいですね。なんか海外出張付いてるんですよ。多いですよね。石田さんも海外ばっかりでね。僕は明後日からアゼルバイジャンですよ。そうですか。羨ましいですよ。僕出張多いじゃないですか。出張多いですけどね、日帰りとか結構多いんでね。日帰り何の楽しみもないんでね。一応あれですよね、先週もすごい忙しかったんですけど、まずね、ちょっとね嬉しいことありましてね、はい、先週横浜でね、うちのスタッフがセミナーやったんですよ。やりましたね。で、ワールドインベスター TV、このちょいワル一発予想を見てくれてるっていうお客さんが、はい、富山から来てくれて、横浜まで、で今日お話ししたんですけどね、お客さんになってくれたということで、ぜひねこれからの応援して頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。富山からありがとうございます。どうもありがとうございますね。はい、全国の方が結構見ていただいてるんでね、頑張って当てなくちゃいけないですね。そうですね。富山はあれですよ、この北陸新幹線が来年できるんで。あ、そうですよね。東京とか横浜のセミナーに富山の方から参加していただける方はもっともっと増えてくるかもしれないですね。本当にね、遠くからいつも来てもらえるんでね、ありがたいことです。頑張ります。はい、はい、じゃあ今週も、そうですね、いつものように、はい、まあ、先週ちょっとね結構忙しかったです。これ木曜日金曜日とね、ECB があって、あと雇用統計ですよね。これちょっと振り返りたいんですけどね、金利は据え置いて、まあ、ドラギさんが今回、細かい部分までね、言うんじゃないかなと。まあ、一説には追加緩和で、緩和策でね、キプロス債とかギリシャ債とかね、この辺の高金利のやつの、要は債券買って、はい、みたいな話が出てくるんじゃないかなと、はい、でもしこういうのが具体性が出てたら、瞬間バーッとユーロ暴落だったんですけどね、結局じゃあまだ時間がかかる、何ヶ月間か、だからちょっと今のところはみたいな感じで、やるんだけどもうちょっと時間くれみたいなね。まあ背景にはドイツのね、反対が相当あったみたいでね、だからちょっとググッとこの辺まで来たんですけど、こらえたという状態で、そんなにマーケットに変化なかったんですよね。だからまあ来月以降引き続きね、どこでどのタイミングで言うかね、まあ、ちょっとユーロは追っていきたいと思うんですよね。でも市場では失望感っていうのがあったわけですか。いや、もうだから失望感というか、基本的に暴落するだろうという懸念があって、こういう会見出るだろうっていうのが不発に終わったということなんでしょうね。だから前の 3,4 ヶ月前のユーロだったら、逆にドラギさんが喋んなかったで逆に上がってるんですよ、ユーロ円はね。もう何もしない方がいい、喋んない方がいい。ただ逆に対ユーロドルっていうのはね、はい、前からお話してますけど、あれは順調に下げてるというかね、まあ、ドルに対しては相当弱いんでね、ただユーロ円自体はそんなに反応がなかったというね、いう感じですよね。雇用統計はいかがでしたかね。雇用統計がねちょっと一個も戻ってもらって、まあ、予想通りね、24万8千人でしょ、はい、で先週もお話したと思うんですけど、前回値を14万2000人が18万人改正でしょ、失業率も 5.9%、もうパーフェクトな望み通りな、ね、発表でしたよね。で失業率まで、ここまでいっかなと思いましたけどね、もうこれでも、今月、QE もね、10月で終わるんですけど、あとはもう、金利をね、いつどこでどのタイミングでっていうのが、月末の FOMC でね、まあ、イエレンさん言ってくるんじゃないですか。だからまあいずれにしてもこれ4月5月ぐらいですかね、100円割れるとか割れないとかね、ずっと騒いでましたよね。で秋口から、これはもうドル円持っときなさい、ずっとお客さんにも励ましたしね、これでもう糸口というかもう出口が、まあ、はっきり 出たんじゃないかな、私はもうそういうふうに思いますよね。だからもう怖がらずに、今109円だから108円だからということではなくて、まあ、年末これで115円抜いてくるでしょうね。ただまあ一応月末のね28日9日のね、ここを一応見据えた状態でね、徐々に仕込んでいけばいいんじゃないかなというふうに思いますよね。なんか、ここ数年その類を見ない円安っていうような雰囲気ですけど、そうですよね、これまだまだ行きますか、ね、いやまあ行くでしょうね。だから今俗に言うね、調整とか利確とかね、利食い売りとかね、いうふうに言いますけど、まあ、それは1円前後の調整あったにしても、ここから6円いくと思いますよ。6円いくと思いますよ、115円、まあ、世間では120円とかね、ああいう声もありますけど、まあ、115円前後まではね、届くんじゃないかなと思いますよ。あとはまあ利上げの時期ですよね、もう来春って、来春にはみたいなことを今月末言ったら、もう月末に黙ってドル円買っておけばいいです。はい、
だからまあそれちょっとチャートをね、うん、お持ちしたんですよ。これ、はい、これですね、ちょうどね、先週の検証、ちょっとね、新勝ってね、勝ったか負けたか、まあ、引き分けですね、これね、うん、1回下振れして、うん、で道中戻ってますので、うん、で雇用統計の力を借りて少し下げてるんだよね、うん、ユーロ円ですね、これね、うん、まあ、これも今の値段帯も大体変わらないです、うん、で次がドル円ですよね。すごいですね、これはね、うん、これはもうこういうふうな発表でね、うん、改正値ってのは必ずあるんですよね、改定値ってね、うん、アメリカはね、うん、だから先月が14万2000人でしょ、うん、あんまりとぼけた数字ね、うん、でなんで14万人って言ったらサマーバカンスだったからとか、うん、じゃあ最初から21万なんか予想するなよって言うんですよ ね、 ねやっぱ投資家が一番困っちゃうんですよね、うん、だからこれを見事に変えてきたし、うん、今月で出口終わりなんでね、うん、よっぽど持ってきてますよね、うん、だから来月はこれよりも低いですよ、石田さん言っときますよ、うん、1ヶ月後に言いますけどね、ある意味今月の雇用統計はものすごい大きなチャンスでもあったってことですよね。ですよね。だからもうこれはもう、まあ、当日お客さんにも、うん、あとはブログにもね、うん、要するにこういうふうな発表になるから、うん、一応買いですよというね、アドバイスはやったんですけどね、うん、そうか、大きなチャンスでした ね、どれやってる人は。ただ、まあ、幅でね110届くかなと思ったらやっぱ圧力入るんだよね、うん、だから次にもう一回110円を抜いて、うん、もう一回下がって110円ぐらいで売り物だいぶ入ってるみたいなんで、うん、そこでもう一回下げて、うん、月末からロケット発射というね、あ見方してるんですけどね、うんうんうん、まあ、おそらくそういう風になるんじゃないかなと思ってますよね、うんうんうん、あとすいません、ちょっとついでにですね、もう一個これですね、ユーロドル、うん、でまだまだ一番右端の急落はやっぱり雇用統計なんでね、うん、もうこんな感じですよ、うん、だから、まあ、次に一回ね戻りの場面あると思いますけど、うん、これがまあ来週再来週かね、うん、この近辺にはもう一回戻ってくると思うんでね、うん、だから売ってる方々はだいたい半分から6割程度利確しておいてもらって、うん、でここから100から150戻ったところをもう一回叩いて売ってやれば、うん、最後の来月向けたね、うん、大きな下げもう一回来ると思うんで、うん、ちょっとユーロベッドル持ってる方はね、うん、これこのチャートをちょっと見ながら参考してもらいたいと思いますね、うんうん、はい。これユーロドルもあれですか、ドル円と同じぐらい結構動いてる感じがありますよね。動いてますね。だから、まあ、天秤でね、うん、で結局ユーロはなんですか、簡単に言うとだらしない、買う材料何もないでしょ、うん、何もないですよね、うん、でドル円は出口がはっきりしてるんで、うん、だからユーロを売って、うん、ドル円を買うというふうなね、うん、動きなので、うん、まあ、カレンシー通貨の中では最強じゃないですかね、だから、うん、ある意味分かりやすい、分かりやすい相場感になってきてるってことですかね。でも世界の基軸通貨なんでね、だから日本時間に例えば5ドル円が、こんなに下がってるから買いかなとかね、ポンドが上がってるから売りかなと、例えばトレードをやったってなかなか切るタイミング難しいんですよ。だから前々から話しますように、為替で例えば稼ぐっていうかね、うん、やるんだったら、うん、魚がいっぱい集まる、やっぱり夜の時間ね、うんうんうん、そこに参加して、うん、だから朝の7時とか8時にね、うん、パソコン開いてじゃあデイトレやりましょうとか、うん、スカルピングやりましょうってもなかなか取れないですよ、うん、でもそういう時代じゃないですよ、うんうんうん、だから今やってらっしゃる方っていうのは本当にユーロドルとかね、うん、例えばポンドドルとか、うん、オージードルとかね、うん、要は対ドル通貨やった方が、うん、いいと思いますよね、うん、分かりやすいです、チャートも、うん、市場参加者も多いですしね、うん、だから日本時間というのはちょっと何か指標が悪いとか、うん、中国がちょっと悪かったとか言ったら5ドル円が急落してみたりとかね、うん、よくありますからね、うん、だからなかなか勝率よくたって儲かってるって方結構少ないですよね、うん、ただまあチャンスはチャンスなんでね、うん、デイトレやってらっしゃる方は、うん、指標の発表の時間を見てからやらないとね、うんうんうん、と思いますよね。そうですね、はい、じゃあその注目指標、今週の重要な注目指標いってみましょう。そうですね、はい、今週はだからまあそのこの日銀ね、まあ、黒田さんの会見って言って毎度のことで、うん、明日もノーラリクラリ喋るだけでしょ、うんうんうん、ただ先週にね一回甘利さんとか、うん、あと麻生さんが、うん、ちょっとあまり急激な円安はよろしくない、甘利さんだけにね、ね、うん、そう、うん、あまりつながりでね、あまりつながりで、まあ、あまりよろしくないたんですよね、うん、でそれちょっと反応してやや円高になりましたけどね、うんうん、ただまあ明日はその消費税のことを語るわけでもないし、うん、ね、うん、ほとんど何も影響ないと思いますよね、今週はね。アベノミクスに関して何か
語ることって考えられますか。いや、まあ言っちゃなんですけども、この間なんですか、首相もね、いろんなこと話しましたけど、うん、黒田さんが喋ったところで、うん、と思いますよね。ただ、まあ、3時半ぐらいの会見なんで、うん、今これ全部ネットのテレビでね、うん、ずっと中継してますので、はい、爆弾発言でもあれば、うん、一瞬円高とか ねバズーカ砲がね、なんか何かあれば ね昔はよくありましたけどね、うん、だからまあ聞いといて、うん、円高に関するっていうかね、うん、ちょっと円安行き過ぎたらみたいなコメントやって、もし下がったらね、逆にドル円買い場になるんじゃないですか。あとのまあ週末の指標っていうのが、うん、ほとんどね、これ豪中銀政策金でしょ、うん、まあこれもどうでしょう、もう売られるとこまで、下がるとこまで下げましたからね。だからこれも突っ込んだら買い、うん、でイギリス中銀の政策金利もね、うん、これも据え置きですけどもね、うん、今回ちょっとこれスコットランドの問題とかありますよね、はい、だからその金利自体は据え置きなんでしょうけど、うん、前に3ヶ月前に利上げするって言ってて、うん、早いよって言ってスコットランドで、うん、ちょっとおかしくなっちゃいましたから、うん、これも明確な発言出てくれば、ポンドもね、うん、買われる可能性ありますので、うん、まあせいぜいこの3つぐらいですかね、うん、あとはもうほとんど動かないと思いますけどね、うん、スコットランドの影響はどうですか。その後はなんか為替に大きくなんですかね。でもいろんな情報を見たりすると、うん、なんか何事もなかったみたいな、ね、ですよね。やっぱり紳士ですよね、イギリスってね。なんか結局何事もなかったような感じですよね。なかったっていうか、だからまあ良かったねみたいな、うん、何なんですかね、うん、ただでも忘れちゃってますよね、もうみんな。だからもうほとんどあれ、マーケットの影響ないですからね。だからまあイギリスもアメリカに次いで、うん、利上げ候補ですからね、うん、だから本当に突っ込んだところは、うん、年末向けてね、これ、うん、ドル円、ポンド円ね、クロス円だったら、まあ、これは突っ込んだところはもう買っといていいと思いますよね、うんうん、ただ動きが荒いんだよね、ポンドの場合はね、うんうん、1日3円も4円も動きますからね、うんうん、この辺ご注意いただいてね、うんうん、まあいいと思います、うんうん、はい。いやー、ちょっとじゃあそんなところで今週も予想言っていただいていいですかね。あ、いいですよ、はい。じゃあいつものように言っていただきましょう、はい。今週の人気者チョイワル先生の今週の一発予想はこちらです。はい、これですね、また久しぶりに、マイナー通貨来ましたか。久しぶりにですね、資源国通貨が売られすぎなんですよね。ちょっとオージーはね省きました、うん、まだちょっと下値打ちあるので、うん、不安材料ありますけど、うん、先週ランド円もあとニュージー円もね、うん、大きく突っ込んで、今日も突っ込んだんですよね、うん、で今かなり戻ってはいますけどね。だからランド編の、具体的な値段言うと 9.65 ぐらいは買いですね、うん、でニュージーのまあ85円割れね、うん、今日は1回 84.70 まで、うん、なんか乳製品なんですかね、ニュージーランドの、牛乳で作ってる粉ミルクがなんか影響を与えたとかなんとかで1回急落したんですよ、うん、でもそんななんかそんなに大きな影響ないらしいんですけどね、うん、ただまあ1週間単位で考えれば、うん、この資源国通貨はちょっと売られすぎなので、なるほど、うん、だから今日の安値近辺とかね、うん、あれば買っといてもらえれば。そっか、いや今日の話の流れだと、うん、ドル円来るかなって思ったんですね。まだまだ円安、いやもうドル円も語る必要ないと思います、うん、もう出口がなんか見えてきたっていう話なんで、基本的にも今回の発表で失業率 5.9 でしょ、うん、で雇用統計なんかこんなもある程度インチキありますから、何万人かね、うん、でも失業率がはっきりしたのはイエレンさんが就任した時に失業率が大事だということを言ってましたしね、うんうんうん、あとまあ賃金がちょっと安いとか言ってますけどね、うん、ただ国としても政策がはっきりしたというね、うんうん、状況なので、うん、だからもうガンガン買いとは言いませんけどね、だから当然今が高値圏にあるわけなんで、さっきも言いましたように1円ぐらいのね、下げ押しがあった時には買っといて、メリークリスマスになるんじゃないですか。まあ、それぐらいのちょっと期間見ないとね。そっか、はい、じゃあドル円よりはもうさらにじゃあ面白いものとしてランド、ニュージーランドドル。いや、ランドとニュージーに関しては、まあ、一応今週とかのね、まあ、大体2泊3日とか3泊4日レベルで考えた方がいいですよね、うん、で大体ドル円買われると資源国下がってるんですよ、うん、で 逆の動きになると、うん、ドル円下がると、うん、両名が上がるんですよね、うん、これが結構ここ2週間
こういうふうな規則的な動きになっているので、だからあのドル円がぐっと上がっている時っていうのが大体この2つ落ちますので、こういう時に買いをね入れていただいて、ドル円沈んだらこっちが買われるという、こういうふうな動きになっているので、それはここ最近の動きですか？最近です。ここ2週間ぐらいそういうふうな鮮明な動きになっているので、だからまあ大体デイトレレベルで、まあ大体30銭とかね、50銭とかね、こういうレベルだったら、まあランドだったら大体40から50ピップ狙いね、で大体取れてますので、まあ、あの大きな指標の前にね、ある程度こういうふうな動きも参考にしてもらったらと思いますので。ドル円に対してその資源国通貨がそういう関係があるっていうのはね、また面白い。そうで、ずっと見てるんです。ここ2週間ぐらいそういうふうな動きになってる。今日もそうなんですよね。ドル円下がった時わーっと上がって、でまた戻ってきたらバッと下がってる、こういうような形になってるんですよ、ね、だからクロス円はもう喧嘩しまくりなので、細かく稼いでいかないと難しいと思いますね。なるほどね、はい、というわけでランド円、ニュージーランドドル円の買いということで、はい、はい、でいつものお知らせですね、はい、はい、ちょっと今度ね人形町でね、あの20名で今度はあの8人で、あの全員でやります。すごい豪華ですね。でちょっとね、これ感じいいでしょ。これチョイワルファミリー全員集合。集合です、はい、あの新人も2人ね、あの入ったんでね。なんで20名だけなんですか？これ100名ぐらいでやればいいんですか？いや入んないんですよ。入んないですか？入んないですよ。20名が目いっぱいなんですよ。でこの間あの、八重洲でやったもんですから、はい、あんまりあれですよ、あのそこばっかり借りるとね、費用対効果でまた叱られちゃうんでここはこじんまりちょっとね、20名様にね、びっちりやりたい。あの私の方が一応今回最初最後までね、あのやりたいと思いますので、ぜひね、はい、早めに申し込んでいただければと思います。これは楽しみですね、はい、人形町、もう本拠地のど真ん中でやります、はい、カワセライフ人形町セミナールームです。10月25日の土曜日、これ先着20名なんで、はい、あのお電話の方お早めに、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週も人気者チョイワル先生の今週の一発予想のコーナーでした。チョイワル先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、一旦コマーシャルで。